カウ TV がお届けします社長室101。今回は福岡市中央区役員にやってきました。今日お尋ねする会社は金網というですね、非常に狭い業界に特化して、非常に、大きな勢力を持っていらっしゃる会社です。株式会社コザイスチールというですね、金網というと例えば、野球部なんかの、バックネット裏の金網であるとか、あるいは、山道の、落石防止用の金網であるとか、あるいはその鉄筋コンクリートのコンクリートの中に貼ってある、その鉄線であるとか、そういった金網というキーワードに特化して、100年以上ですね、やられている会社だそうです。株式会社コザイスチールの、コザイ安政社長です。その取引額なんですが、1年間でおよそ2万トンの金網を製造し販売されるというですね、大変大きな九州の中でもこの業界ではこの分野ではナンバーワンのシェアを誇っていらっしゃる会社です。ご紹介させていただきます。コザイスチールのコザイ安政社長です。今日はインタビューよろしくお願いします。第1問、体力には人一倍自信がある。早く悠々自適な生活がしたい。ユーモアがある方だ。社長業って難しい。自分よりすごい人はいない。10代の頃から社長になると決めていた。子供にも社長になってほしい。とっておきの殺し文句がある。ズバリ、異性にモテる。奥さんの尻に敷かれる方だ。子供時代は地味だった。あ、こっちか。テレビに出るのは割と好きだ。社員全員の顔と名前が一致する。生まれ変わっても社長になりたい。はい、最後の質問です。今、夢を実現している実感がある。ありがとうございました。